ジョバンニ・バッティスタ・ティエ・ポロ作、エテオ・クレースとポルネー・ケース・ウィーン、美術史美術館所蔵。ポルネー・ケースは、ギリシア神話に登場する人物である。長母院を省略してポルネー・ケーストも表記する。テイバイ・ゼメの七章の一人、テイバイ王、オイディプースとヨーカステイの息子。母親については、ヒュペルパースの娘エウルガネーヤであるとする説もある。兄弟姉妹に、 エテオクレース、アンティゴネー、イスメーネーがある。ポリュネーケースは、アドラストスの娘アルゲアーと結婚し、息子にテルサンドロスがある。ポリュネーケースの名は、多くの争いを引き起こすものという意味であり、アイスキュロスのギリシア悲劇、テーバイゼメの7章では、エテオクレースの英雄生との対比から意うべき、存在として描かれている。オイディプスが出自を知って、テーを追放された時、 ポルネーケースとエテオクレースの兄弟は父親をかばおうとしなかった。オイディプースは二人に互いに剣によって我が物を奪い合うが良いと呪いをかけた。エテオクレースとポルネーケースは定売の王剣について協議し、二人が一年ごとに交互に収めることを取り決めた。まずポルネーケースが初めに収め、翌年エテオクレースに王剣を渡したとも、一説には、 エテオクレースが初めに収めたとする。いずれにせよ、エテオクレースは一年が経っても、王権を渡そうとせず、ポルネーケースは、定売を追われた。ポルネーケースは、ハルモニアーの首飾りと結婚衣装を携えて、アルゴスに逃れた。ポルネーケースが、夜中の王宮で、やはり、カルドーンから逃れてきたトゥーデウスと争っていたところ、アルゴスをアドラーストスが二人を見て引き分けた。 アドラーストスは、娘を獅子とイノシシにメトラセイヨというデルポイの信託を思い出し、二人を娘の婿とした。ポルネーケースは、アルゲアを、テューデウスは、デイピレーを妻とした。アドラストスは二人を祖国に戻すことを約束し、まず、ポルネーケースをテーバイに戻すため、アルゴス人に召集をかけた。予言の力のあったアムピアラーオスは、テーバイゼメでは、 アドラーストス以外は死すべき運命にあることを予見して、戦いに反対し、他の者の参戦も阻止しようとした。ポリュネーケースがイーピスに相談すると、イーピスは、アムピアラーオスの妻エリピューレイにハルモニアーの首飾りを送れば、うまくいくと答えた。アムピアラーオスはかつて、アドラーストスと不和になったことがあり、二人に争いが生じた時には、アドラーストスの妹でもある。 エディピューレの祭壇に従うことを制約していた。アムピアラーオスは妻に贈り物を受け取らないようあらかじめ伝えていたが、エディピューレはこれを破って首飾りを受け取り、夫に定媒遠征を説得した。やむなくアムピアラーオスは参戦した。遠征の途中で立ち寄ったネメアーの競技ではポリュネーケースは相撲で優勝した。ソポクレース作コロノスのオイディプスでは、 両軍のうち、オイディプースが味方についた方が勝利を得るという予言が、なされ、ポリュネーケースは、オイディプースを保護しようところの巣まで追ってきた。一方、テーバイからは、クレオオンが追ってきていた。しかし、二人ともオイディプースに拒絶された上、ポリュネーケースはまたも呪われた。テーバイゼメの戦いでは、ポリュネーケースは、キュープシスタイモンを攻めた。両軍の決議の結果、 オルネーケースは、エペオクレースと一気打ちし、相打ちとなって死んだ。彼の亡きはおじ、クレオンによりとぶらいを禁じられたが、妹アンティゴネーがそれを破り、投獄された彼女は自ら、命を絶った。別の説では、オイディプースがクレオン、または二人の息子に、定売の牢内に押し込められたとき、オイディプースは自ら王校扱いの食事を、断ったにもかかわらず、 二人の息子が豪華な食事と飲み物を供したため、これを長老と受け取って二人を呪ったという。また、息子たち二人が、生贄の肉の良い部分でなく、まずい足の部分を、オイディプースに送ってよこしたので、無礼を怒って、再び二人を呪ったも言う。このようなことから、オイディプースが城を追い出されるとき、二人は目に涙一つ、浮かべずにいたのである。ポルネーケースの盾には、 テーバイの獅子の紋章が、トゥーデウスの盾には、カルドンのイノシシがそれぞれ描かれていたという。贈り物の助言は、トゥーデウスによるとも言う。テーレシアースの予言をテーバイへの使者に立ったトゥーデウスが、アルゴス勢に伝えたという。アイスキュロスでは、名称のない第七の門。エウリピデースでは、くれない愛門を攻めている。ありがとうございます。